めっちゃ美味しそう。やばくない？はい、ローカルプライムチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、こんばんは。かんなこと八木かんなです。このローカルプライムチャンネルでは、編集部からレビュー依頼を受けたレビュアーが指令書に書かれた簡単な指令に従って自由気ままに体験レビューをお届けするチャンネルとなっております。はい、本日もですね、ローカルプライムさんから指令書をいただきましたので、早速見ていきたいと思います。今日は何かな。ででん、ミッション、ジャズが流れるレトロモダンな喫茶店、ランチとスイーツを調査せよう。お店はカフェ&ディナーウェスト、喫茶ウェストさん、日替わりランチとスイーツを注文せよとのことですね。いいな、ランチか、ランチとスイーツ。ちょうどね、今ねお昼時なので結構車も止まってるんですけど、インスタグラムに結構美味しそうなスイーツがいっぱい載ってるっていうのを聞いて、めちゃくちゃ楽しみにしてきました。というわけで、ランチとスイーツ早速行ってみよう。はい、というわけで、ちょっと今日ね雨が降ってるんですけど、お店の前着いてますので、お店の外観はこんな感じです。結構2階建てなんかな、木造のお店、とても可愛いです。というわけで、早速入っていきたいと思います。お花植えてある、可愛い。こんにちは。はい、というわけでお席到着しました。めちゃくちゃ店内おしゃれで可愛いです。メニューもいただきましたので、ちょっとパラパラっと見ていきたいと思います。悩むのは、なんかいっぱいランチのメニューある。日替わりランチと日替わりピラフランチと焼きそばランチ、パスタランチ、ドリンクもセットでついてるみたいです。悩むやつやで、これ。ランチって言ったらさ、やっぱ日替わり食べたくなるから、やっぱ日替わりランチにします。見て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 、スイーツめっちゃやば。スイーツめっちゃ美味しそう。パフェある、パフェ。これ悩むやつや。すごいね、定食とかもいっぱいあるんですね。すごい、オムライスもある、オムライスもある、ピザもあるよ。どれも美味しそうやねんけど、プレートメニューとかもありますね。悩みやん。でも今日はランチなので、日替わりランチと決めた。フルーツパンケーキにする。私が選んだ日替わりランチが、日替わりメニューとあとドリンクセットで、お値段なんと1000円。めっちゃお安くない？やばくない？ランチの時間が11時から2時、14時までらしいので、火曜日から土曜日らしいです。私フルーツパンケーキにします。フルーツパンケーキ850円なので、フルーツいっぱい、美味しそう。注文していきます。すいません、いいですか？はい、お願いします。と、日替わりランチ一つで、はい、ドリンクジンジャーエール、ジンジャーエールで、あとフルーツパンケーキ一つ、はい、以上でよろしいですか？はい、お願いします。はい、パンケーキは食後でよろしいですか？はい、そうです。はい、かしこまりました。ありがとうございます。はい、失礼します。私が座ってる席からの眺めめっちゃいい。なんて優雅な、お外もね、見えます。水槽、あ、なんかおる、かわいい魚、魚。まあ、こんな感じで上に登れたりとかもできるらしくて、手洗いもすごい綺麗。かわいい、楽しみ。さっきインスタグラムちょっとちらっと見たんですけど、3月末ぐらいまではいちごフェアもやってるらしくて、ちょうどそのいちごの季節にいちごのスイーツもいっぱい出てるみたいなので、ぜひ皆さん3月末いちごの季節になったら、ぜひいちごフェアお楽しみに来られてはいかがでしょうか。楽しみ楽しみ。いいな、なんかこういう家に住みたい私。落ち着く。ランチ来ました。ランチセットめちゃくちゃボリュームある、やば。すごくない？お米、お味噌汁、豆腐、これはきゅうりのおひたしかと、たくあんと、今日のですね、日替わりがだし、唐揚げと、なすと、ピーマン。めっちゃ美味しそう。健康的なランチですね。やったやった。今日も安定に朝ごはんを抜いてきましたので、お腹いっぱい食べたいと思います。おいしそう。いただきます。
キュウリのひとし。いただきます。うんうん。キュウリ大好きやね。おいしい。お酢につけてるこれ。豆腐豆腐。しっかりしてる。上にね、生姜乗ってるからすごい効いてて美味しい生姜。トマト汁絶対美味しいの分かってるね。いただきます。しみる、しみ渡る。じゃあ早速ね、唐揚げとラスピーマン。めっちゃ大きいで、唐揚げ見て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 、めっちゃ大きい。いただきます。うん、唐揚げプリプリやねんけど、タレに浸してるからサクサクっとはいかんねんけど、めっちゃ味染み込んですごい美味しい。美味しい。唐揚げって美味しいよな。なんでこんな美味しいんやろ。美味しいですわ。もう美味しいとしか言えんよ。ピーマン、そう、うんうんうん、美味しいわ。ナスももらおう。ナス。じゃあさ、大きすぎてさ、一口で絶対食べられへん。おいしい。ピーマン全然苦くないし、ナスもなんていうの、甘い。すごい食べやすいお野菜。見て。ピン。なんか欲望の塊みたいな食べ方してる。わーい。鶏肉もすごいプリプリしてて、一つ一つがすごい大きくて、やばくない？食べ応えある。日替わりやからさ、毎日来てもさ変わるわけやん。飽きるんよね絶対。毎日来たいな、こんなおしゃれなランチしたいな毎日。完食しました。ごちそうさまでした。結構ボリュームあったんでお腹いっぱいかも。ただこの後まだデザートがあるので楽しみ。ちなみにメニューこんな感じです。バッと開いてドリンク飲んでたりとか、スムージーとかもあるらしい。ブルーベリーパフェもね結構美味しそうで悩んだやつ。あとはケーキがあったりとか、自家製クレームブリュレあったりとか、パンケーキもいろんな種類あります。これが私が食べた日替わりランチ、いろんなランチがあったりとか、こっちは定食がありますね。ご飯もの、オムライスめっちゃ美味しそうやなって思った。ピザもあるし、サンドイッチもある。パスタ、めっちゃ種類あるな。グラタンとかもあります。プレートもテイクアウト用もあるみたいです。日替わり弁当やって、すごいいっぱい書いてる。見えますかね。はい、というわけでパンケーキ届いたんですけれども、すいません、ちょっと機械トラブルで音声が入ってなかったみたいなので、こんな感じでちょっと天の声から失礼いたします。はい、パンケーキね、すごいフルーツたっぷりで、もうね、見た瞬間、うわー、フルーツの宝石箱やーってなりました。ね、これね、今ね、どこから食べようか迷っておりますね。乗ってるフルーツが、マンゴー、パイン、キウイ、あとベリーと大きいブドウがポンって乗ってました。あとピンググレープフルーツも、すごいトロピカルなフルーツたくさんでしたね。お、パクリ、いいですね、幸せそうですね。本当にね、フルーツいっぱいなんで、どこから食べても絶対フルーツが乗ってくるっていう、すごい幸せなフルーツパンケーキでした。お、こちらシャーベットですね。マンゴーシャーベットでした。すごいマンゴー濃厚で美味しかったです。こちら葉っぱは食べれませんでね、パンケーキね、ちょっと見にくいかと思うんですけど、すごい黄色っぽくて、クリーム色がすごい濃くて、
多分ね卵黄をいっぱい使ってるんやと思うんですけど、すごい生地だけでも甘くて美味しかった印象でした。ルンルンしてましたね。というわけで、あんな大きいパンケーキもペロリと平らげました。で、私が座ってた席の反対側がちょっとこんな感じのウッド調の店内になってます。お里も可愛いです。はい、というわけで、日替わりランチを食べ、フルーツパンケーキを食べ、一つ一つねすごいメニューボリュームがあったので、お腹いっぱいに多分なっているんでしょうね。この時ね、ずっとお腹触ってますね。もうね、何喋ってたか忘れました。でもすごい幸せそうな顔してお腹触ってるので、お腹いっぱい美味しかったよって話をしてます。でもランチもねすごいいろんな種類あって、定食もそうですし、パスタもあったし、グラタンもあったし、プレートもあったし、あとまあサンドイッチとか軽食系もあったし、すごいフードメニューも充実してて、あとはまあなんといってもデザート系、私今回パンケーキ食べたんですけど、まあ、パフェとかもあるのでぜひ皆さん行ってみてください。はい、というわけで本日のミッション、ジャズが流れるレトロモダンな喫茶店、ランチとスイーツを調査せよ、ミッション完了。イエイイエイ。最後までご視聴ありがとうございました。今回レビューしたスポットの情報はですね、概要欄に書いてますのでぜひチェックしてみてください。この動画が良かったよ、参考になったよという方はですね、ぜひ通知ボタン、チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。また動画の感想やレビューしてほしいスポットなどありましたら、ぜひコメントで教えてください。それではバイバーイ。